おしじろとは、文字を敬って、文字の書かれた不要となった紙を焼くための炉。おしじ亭、ふんあざろともいう。別名としておしじと、おしじろ、ふんあざこ、あざこ、ふんがみろう、ぶんふうと、ぶんみねと、たかししょう亭。台湾では多く成績亭といい、八火地区では、たかしあざ亭と称す。おしじろ、台湾家連法林校長無校長の裏庭で。 撮影中国秋代の家挙制度のもと、成人、知識人が尊ばれ、字を敬う、高氏おしじしという風習が生まれ、文字の書かれた不要な紙を集め盆焼けする炉が作られた。おしじは資料によれば、壮大に建造が始まり、現名寝台には、すでに相当普及していた。おしじは、通常街角や、書院や、寺院の中、道路や橋の傍らに建造した。 また裕福なものは、自分の家の庭にお指示等を建てることがあった。二国パクアン一貫の改変史に曰く、世間あざしう協同、ミシャ、首都をつけ家中、あるおけ潮流正常どころ、自然福録 AM 級とある。竹平城北利氏、宗地下理事会が2004年3月編集した、利氏族譜には、新朝中期の利氏の先祖が、 高志寺のしみの風習を持っていたことを記載する。いつ寝たかをしじし、重速ふんその数分愛し、意見一般、また常に県民の会場に行って、字のある紙を拾い、毎知県民、必ずお夜総指定入行場、あと、ひさげ箱いたり覚悟を従事し、ふんうこない、その計をしじしジコレ。壁岸の中に、総結、文章定訓、構成などの紙を、 祭り、総王の追伝や吉祥模様で飾ることもあった。現在は、中国、台湾、韓国に残っており、日本では、沖縄県、長崎県、大阪府の寺院などに見られる。林本原園邸の高し屋座邸 AB 首里、沖縄方言音声データベース、沖縄言語研究センター公式サイト。小福寺吉寺邸長崎市公式サイト、湯浅幸彦。 シナにおける定説関連の変遷、京都大学文学部研究企業、11巻、P46。樹林の小尺帝、台湾県政府文化局公式サイト。県指定古籍三鶴農省経営座帝、高尾県政府文化局公式サイト。個人税関高しを指示指摘、海峡領土日脈総称的経営座振興、大阪関定病、境内施設。 大爆宗清潤印公式サイト。ありがとうございます。